トーマス・カイザーは、ペンシルベニア州、ホリデイズバーク出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のアリゾナ・カージナルスに所属している。ポジションは、ディフェンシブエンド。高校時代は、ペンシルベニア州のディフェンシブエンドとして3位に、ランクされた。スタンフォード大学に進学し、2008年、24、タックル、チームトップの6サックを挙げて、フレッシュマンのオールアメリカンに選ばれた。 2009年全13試合で先発出場し47タックル9サックを挙げた。3の税州立大学戦では3サックを挙げたが、これはスタンフォード大学の選手としては2005年にジュリアン・ジェンキンスが UCLA 戦で記録して以来のことであった。この年シーズン途中にカレッジフットボール最高のディフェンシブエンドに与えられる。 テッド・ヘンドリクス賞のウォッチリストに入れられた。3年時の2010年、アウトサイドラインバッカーにコンバートされ、38タックル、4.5サック、1インターセプトを挙げた。大学で3年プレーした後、2011年の NFL ドラフトにアーリーエントリーをしたが、指名されず、同年7月30日にドラフト外フリーエージェントでカロライナ・パンサーズと契約を結んだ。 当初プラクティススクワットで過ごし、シーズン最後の8試合で、プレー、チーム2位体の4サックを挙げた。11月20日のデトロイトライオンズ戦で、マシュー・スタッフ・フォードを2度サック、12月4日のタンパベイ・バッカニアーズ戦で、ジョシュ・ジョンソンからインターセプトを挙げた。2012年8月26日のニューヨーク・ジェッツとの、プレシーズンゲームでは、1.5サックを挙げた。11月8日、 プラクティススクワットから昇格したが、14日、左ヒーちの負傷のため、故障者リスト入りした。この年は4試合の出場に終わった。2013年5月、パンサーズから解雇され、その直後にメルビン・イングラムが ACL を断裂し、ラインバッカーのデプスが薄くなったサンディエゴ・チャージャーズに加入した。アリゾナ・カージナルスとのプレシーズンゲームでは3サックを、 あげたが、8月31日、最終ロースターカットでチャージャーズから解雇された。9月1日、チャージャーズとプラクティススクワッド契約を結んだ。ありがとうございます。